いつ立つつもりなんだ。学園長に退学届はすでに出してある。寮にある荷物をまとめて1週間後には。そんなにすぐですか？ジジイはせっかちなんじゃ。なんせ時間が残り少ないからの。時間が残り少ない。あの親父殿、茨の谷の家はどうなさるおつもりです？もともと森の中に放置されていた空き家を手入れして使っていただけじゃ。荷物はすべて持ち出しておるし、お主が使わぬのならクチルに任せてよい。わかりました。卒業までに考えておきます。さて、わしは旅立ちに向けて荷造りを始めねばならぬ。断捨離をして目指せミニマリストじゃな。シルバーセベク、片付けを手伝ってくれるか？はい。では早速じゃが、この昼休みから始めようぞ。リリア。ん？もう一度だけ聞かせてくれ。考え直すつもりはないんだな。もう決めたことじゃ。いや、決まったことというのが正しいな。たとえわしの気が変わったとしても時の定めは変えられぬ。ならば潔く笑って手を振ろうではないか。定めは変えられない。そうじゃ。お主にとて変えられないものはある。例えば、次の授業はコロシアムで D 組と E 組で防衛魔法の合同授業。これも一つの定めじゃ。良いな。遅れるでないぞ。ああ、分かっている。なんだ、さっきまで晴れてたのに急にひどい雨だな。いえ、次の授業本校舎じゃなくて魔法薬学室なのに。僕も次は体力育成だから一度寮に戻ってギアチェンジしなきゃ。日記更新調査についてはまた放課後に話そう。遅刻したらクルーエルにしまかれるんだぞ。